たいんでもう一生懸命になってた時期ってやっぱり小学校とかの頃なのかなって、一生懸命なんかチョコレート溶かしてトリュフ風とかって言って、トリュフって私チョコレートのことだと思ってたんで、なんかよく考えるとあんまり若かった子供だったなと思います。一人だけ渡せないで持って帰ってきたっていう記憶がその年あります、はい。